はい、あのね、動画を撮ろうと思ってたんですよ、仕事系のね。仕事系の動画を撮ろうと思ってたんですけど、なんかこうね、やっぱうまく喋れない時ってあるじゃない？あるんだよ。うん。今日がまさにね、そういう日になっちゃったんで、まあこうね、ナチュラルに、また過ごしていこうかなと思いますわ。もう本当に、ナチュラルポテトって書いてあるくらいだからね、ナチュラルにね、僕も。過ごしていこうかなと思います。夜勤前なんですよ、また。うん、夜勤ね、月に5回くらいしかないんですけど、あるじゃない、夜勤明け休日勤夜勤みたいな感じの勤務。今まさにその勤務なんで、うん、撮ろうと思ってた動画もさ、若い人たちっていうわけでもないのかなって、もう分かんないけど、無料通話アプリでその介護のイメージっていうもうどういう感じで持ってますかっていうのをね、聞こうとしてたんですよね。でもね、全然繋がらなくて、お話にならないんですよ、繋がらなすぎて。なのでやめたっていう感じでね。うん。まあ別に無理してさ、動画投稿する必要ないし、自分のペースでいいんですよ。うん。じゃないと息詰まっちゃうし、僕自身ね、趣味でやってることもやらなきゃ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 ってなったって息詰まっちゃうんだから。うん。みんな同じよ。仕事頑張んないと、頑張んないと、学校頑張んないと、頑張んないと、勉強やんないとって思ってたって息詰まんだから、たまには息抜きしなさいって話で。じゃないと疲れちゃうよ。うん。何でもそうよ。うん。で、これ美味しいんだよ。うん。まあ、若い子たちにイメージうぬんって思うんだけど、実はね、若い子たちのね、介護のイメージって結構いいんですよ。2019年かな？ 2019 年頃に三重県の方でね、福祉の仕事に関するイメージ調査みたいなやつをやったんですよね。対象が中学2年生と高校2年生。で、あと教職員とその保護者なんですけど、そのね、学生さんたちのね、イメージっていうのは比較的いいんですよ。 80% 超えてたりとか、社会的評価もいい印象がありますみたいなね、感じの調査内容だったんですよ。調査結果だったんですよね。で、そこに関してはね、保護者もね、大体同じよ。まあパーセンテージは下がるけどね、パーセンテージは下がるんだけど、イメージ的にはね、悪いもんじゃないの。ただやっぱりその精神的負担とか身体的な負担とか、そういうところでね、やっぱり保護者がすごいこうマイナスイメージを持ってて、うん、概要欄にねリンクを貼っておくんで、ちょっとね、見ていただければっていう感じなんですけど、でその調査結果の中でも、そのじゃあ中学生高校生とかにアンケートを取って、じゃあ将来的に福祉の仕事に就きたいですかってなった時にね、ちょっとそれは選択肢ないよっていうのがね、大多数なんですよ。福祉の業種に仕事としてやっていきたいかっていうのはね、なかなかこう選択肢ないみたいですよね。うん。で、やっぱり仮にさ、学生さんとかが介護の仕事に就きたいですって言っても、親御さんがやっぱりさ、やめといたらって、やめとけとかって言われたら、やっぱり親の言うことなので、わかったってなっちゃう子も多いと思うんだよね。うん。だって、僕だってね、最初音楽系の学校に行きたいって言って、で就職先ないからやめておけって言われてやめたたちなんで、似たようなもんですよ。どうやったらそのね、学生さんたちに福祉の仕事についてもらえるようにするかとか、あとはその精神的な負担とか肉体的な負担っていうところでやっぱ懸念しちゃうんで、そこの懸念材料をどうやって、今働いている人たちが解決していくのかっていうところがね、必要になってくると思うんですけど、話戻るけど、若い子たちに関しては、その、まあ、やりがいであったりだとか、なんか社会的な評価っていうのはね、福祉業界に関してはやっぱ、高評価を得てるので、うん。そこに関しては、いいことなんじゃない？やっぱりそのね、精神的面とか、肉体的な面で、あんまり良くないんじゃないのっていうふうに思ってる方は大多数いるみたいだけど、うん。でも、言っちゃあれだけど、まあ、一応事実としても、あるしね、実感している方は実感しているだろうし、いいことも悪いこともね、伝えていければ、いいんじゃないですか。うん。悪いところがあるんであれば、じゃあそれはどうやって改善していこうかとか、どういう風にやっていったらいいのかなっていう風にね、みんなで考えればいい話なので、うん。でも考えるっていうことを捨てちゃったらもう先ないんでね。うん。で、これ食べたらね、
甘酒作りますわ。健康には気を使わなきゃね。うん、で甘酒をね作っていくんだけれども、これ使ってちょっと作ろうかな。お湯の中にこれ入れて溶かして、で上白糖入れれば甘酒なんで、うん、ちょっとやっていきますか。そろそろいいんじゃねっていう感じでね、うん、お湯多いべか、まあいっか。よし、あとはねもう溶かしてっていう感じなんだけど、これなかなか溶けんのよ。放置。甘酒っぽいいい匂い。よし、はい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 、あとはもうお砂糖よ。どんくらい入れればいいんだろうか、わかんねえや。はい、よし。いつもね料理は目分量なんでね、うん、わからんち。ランチパーク。はい、来た。飲むぜよ。よし。ほんとね、皆さん健康には気を使った方がいいですよ。僕ほら前エナジードリンクを飲みすぎてっていう動画を出したと思うんですけど、健康診断の結果は問題なかったんだけれども、いやエナジードリンクと多分関係はないんだろうけど、まあ量は減らせてるんです。飲む量は間違いなく減らせてるんだけれども、ボケッとすることが多くなったっていうか、意識飛ぶんすよね。なんか知んないけど、本当に分かりやすく言うとお化けに取り憑かれた時みたいな感じで、そうか、普段はないか皆さん。いや僕も普段からあるわけじゃないんだけど、なんつうのかな、何かこう情報とかを集めてる時に飛ぶんすよ、意識が。意識飛んで、で見ててもその情報が全然頭に入ってこないし、他の人から何かを話しかけられても、話しかけられてるっていうのは分かるんだけれども、でも何を言ってんのかが分かんない状態みたいな。で、え、何ですか？っていう感じになるっていうね。なんかこう意識が飛ぶっつうか、これはボケっとすることが多いのか分かんないんだけども、でもね本当に2週間くらい前まではねあったんですよ。でも最近はないかな。うん、最近少なくなった、そういうの。あれ何だったんだろうって。あっぜ。だから本当にねそういう症状が増えてきたらね、その脳外科受診した方がいいかなと思ってたんだけど、少なくなってきたんでいいかなっていうふうに思ってんだけど、あれ何だったんだろうな。その症状なってる人います？とかなったことある人います？なんかお化けに取りつかれたような感じの意識の飛び方、うん、ちょっと分かる人いたらねコメント欄で残してほしいんですよね。本当に本当に1日にね 5,6 回なる時とかもあったし、うん、あれちょっと怖かったね。うん、ただね運転中とかはなんないの。やっぱりこう意識してるせいなのかわかんないけど、何がなんだかさっぱりわかんなくて、うん、でそうそうそう、こういう動画撮るでしょ、何が困るかってね、オチがないんですよ。助けてください。